guys. Mike didn't decide to work for the video, so welcome to some Sword Art Online Fatal Bullet. Not gonna hear me talking throughout the video because, like I said, my headset decided to cut out. But hope you guys enjoy the video.視線に違和感がないか周囲を見渡してみて。もし違和感があったらオプションで設定を変更ね。ここで待ってるからゆっくり調整してていいわよ。いい感じね。武器の収納と切り替えは基本中の基本。じゃあ何回か練習してみて。その調子よ。敵発見。ちょうどいいところにエネミーがいるわね。とりあえず実戦ね。倒してみて。援護してくれるの疲れ。どんなもんだい。いい感じだったね。いいやるじゃない。どんなもんだい。軍配はこっちに上がったわけね。このボックスはバレットボックス。ここで出すその調子よ。ほっ。よっ。GGO の特徴的なシステムの一つにバレットラインっていうものがあるんだけど、これは実際に見てもらった方がいいかも。うまい、うまい。軍配はこっちに上がったわけね。やった、トレジャーボックスよ。セリア。トレジャーボックスってトラップだ。それじゃ階段を上がって先に進みましょう。パーティーメンバー全員がやられちゃったらゲームオーバーだから、やられる前にやってやるのが基本。あのプレイヤーとは戦闘になるし、プレイヤーはエネミーと違って強敵だから気をつけてね。あんたの武器だったら走りながら撃つのがおすすめかな。相手の弾が当たりづらくなると走ることがかなり重要よ。よっ。はっ。満足できないね。この扉、いかにもって感じよね。せっかくだし、開けてみたらどう？よっ！ほっ！使うわよ！ダンジョン内には、いろんな、よく注意して行動した方がいいわよ。あたしが教えられるのは、これくらいかな。うん！初めてにしては、いい線いってると思うわよ。ほっ！よっ！GGO の基本的な戦闘は大体分かったでしょ。あとはさ、これからはあちこち探索してレアアイテムを手に入れるわよ。あれ、君たちは。隙を見て逃げるわよ。仲間なら相当手だれのはず。こちらが振りすぎるわ。もしかして逃げる相談をしてる。正しい判断だとは思うけど、背中抜けたら撃っちゃうよ。クレハ君はともかく、ニュービーの君は
一発で死ぬんじゃないかな。正解と言いたいところだけど、結果君たちも警戒が足りないよ。どうせなら待ち伏せの一つでも仕掛けてくれればよかったのに。実に退屈極まりない。だから見逃すとでも言うんですか？まさか。ここは GGO で今は戦いの時だよ。そうだもん、僕この奥に少し面倒くさそうなエネミーが配置されている。もしかしたらトラップが仕掛けられているかもしれん。だけどあれを倒さないと先に進めなさそうなんだ。君たちが突っ込んで様子を見せてくれれば助かるな。もちろん倒してくれたらお礼に見逃して。どうする？悔しいけど今の私たちじゃ五木さんには。いいね、冷静な判断だ。分かったわ。エネミーを倒した後は。分かってる。道が二つに分かれているから、まず五木さんたちが先に進んでいく。私たちは別の道を選びます。実だから。分かりました。レベルアップはやっぱりいいね。さっきはなんとかうまくいってよかったわ。五木さんは人気者だけどやっぱり GGO のプレイヤーね。みんな戦闘となると容赦ないから気をつけないと。今回の目的はレアアイテム狙いなんだから、強敵との戦いはなるべく避けるわよ。ほら見て、大体こういう装置を操作すると何かしら先に進めたりするのよ。こんな風に。あれ？落ち着いて、ワープゲートよ。すぐに追いかけるから動かないで。
プレイヤー認証マスター登録開始。ユーザー名登録完了。ミッションコンプリート、お疲れ様です。私のフォローが遅かったです。you
大丈夫だはずな。問題ない。銃を下ろして。いつの間に背後を。話を聞いてくれ。俺たちはもう戦うつもりはない。残念だけど間に合わなかったからな。間に合わなかった？何を言っているの？すでにそこのアバシスはマスターと認めたようだし。この子がレアアイテム。なあ、正確にはこの前の大型アップデートで実装されたプレイヤーサポート AI アバシスだよ。レアすぎて情報がほとんど出てなくってさ。なあ、この大会がゲットできるチャンスだと思ったんだけどな。残念だったね、キリト君。またコツコツと高難易度エネミーを倒してドロップを狙おうよ。キリト、1ヶ月で GGO トップランカーにのし上がったという貢献使いのあのキリトさん？キリトでいいよ。こっちはアスナ。別のゲームでは先行とかバーサクヒーラーとか。キリト君、もう余計なことまで言わないで。悪い悪い仲間の、はあ、名前はランキングで何度も見ているわ。こんな有名人まで狙っていたなんて。アバシス、私があなたのマスターよ。私はアファシステムタイプ X A29000 マスター。この人が私のマスターです。現在、メインシステムを 50% まで起動中。え？そんな！やっぱりな。だから倒しても無駄だと思ったんだ。よくわかったね、キリト君。アファシスがマスターと呼んでいたからさ。それに、いや、なんでもない。ん？なんで勝手にマスター登録しちゃったのよ。あんたのものは私のものでしょ。言い訳したって無駄なんだから。あんまあ、よし、あんたのものは私のものだから、あんたのアファシスも私のもの。そういうことにしてあげるわ。あんたにもさっき迷惑かけちゃったしね。クレハはマスターの上位者。認識しました。よろしくお願いします。じゃあ俺たちはこれで。まだ時間は残っているし、せっかくだから優勝くらいはしとかないとな。商品も豪華らしいよ、キリト君。ユイちゃんが喜ぶものがあればいいんだけど。私、クレハって言います。私、絶対にトッププレイヤーになるんで、覚えていてください。それと、次会った時は遠慮なく撃ってください。ここは GGO なんですから。ナイスガッツクレハ。それと君、いい名前だな。一つ聞きたいんだけど、君はなんであの時アファシスをかばったんだい？なるほど、そうだよな。こういうものの理屈なんて後付けにしかならないかもな。うん、
君とは気が合いそうだ。またね、アガシスちゃんも。バイバイ。メインシステム起動。90100。システムチェック。マスター、私の名前を決めてください。変更は可能ですが、変な名前をつけたら爆発します。それは使用です。マスター、タイプ X はそれぞれ個性がある優れたアンドロイドなのです。それより早く名前をつけてあげたら。これからずっと一緒に連れ歩くんだからね。登録完了。想定よりいいセンスで安心しました、マスター。うん、いい名前じゃない。初めて名前をくれたマスターにはプレゼントをあげます。マスターに向いている武器は、これはアルティメットファイバーガン。長いので UFG と呼んでください。へー、初めて見る銃ね。光線銃かな。もしかして倉庫に埋もれていました。経験値ゼロのマスターには似合う。経験値という情報が不足しているため、マスターの将来は予測不可能です。だから、それってまだ実装前の武器ってことじゃない？すごい！レア中のレアだよ。そうです、タイプ X はすごいのです。では早速 UFG の使い方を教えてあげましょう。ここからじゃダメなの？上が特等席なのです。わかった、じゃあ上から。UFG が刺さるところは発射前にレジック…ですね、レティクル、つまり構えた時に出る照準の色でわかります。さすがマスターなのです。 UFG を当てると動く仕掛けがあるので成功なのです。空を飛んでいるエネミーに UFG を当てるとさせることができ、さすがマスターなのです。ダウンさせたエネミーに UFG 成功なのです。これで UFG はバッチリですね。それさ、ちょっと人がせっせと上り下りしてたっていうのに、ずいぶん楽しそうにひょいひょいと移動してくれるじゃないの。他の機能のことはどうであれ、移動のマスター、お疲れ様です。これでパーフェクトですね。面白い武器ね。今度私にも貸してよ。タイムアウト。参加者は戦闘を停止してください。以降の戦闘結果はポイントに反映されません。繰り返します。キリトさんたちは何位だったんだろう。参加者なら順位がメニューから。すごい！キリトさんたちが優勝だよ！でも、今日の本当の勝者は、タイプ X 以上のレッもうすぐ自動的に SBC グロッケに転送されるわ。戻ったら打ち上げよ。いや、クレハ君たちも生き残っていたんだ。あの後どうなったのか心配していた。僕の方はトラップだらけのルートでさ、仲間たちの HP を削られてしまって困ったよ。
どういうことだい？あの分かれ道の先に何かあったの？私です。君はプレイヤーではない。まさかこれがアファシス？一部訂正を求めます。アファシスの中でもとてもレアなタイプ X です。まったく、なんで僕が落としたパンはいつもバターを塗って。マスターはクレハ君？ちょっといろいろあって、私が来た時にはマスター登録されちゃってたんです。じゃあニュービーの君がマスターなのか。その子を。おかえり。ここで待っていれば来ると思ったんだ。よかったら一緒にお疲れ様パーティーをしないかなと思って。仲間たちとちょっとした打ち上げをするんだ。アファシスの話も聞きたいし、どうだろう。あれ、君はさっき戦った？どうも。貢献使いキリトと戦えて光栄だったよ。仲間はあっという間にやられたし、時間切れにならなければ僕も。君はキリト君の友人なのかい？なるほど。アファシスを手に入れ、トッププレイヤーに興味を持たれる。君は今日よかったらいつきも来ないか？残念だけど遠慮するよ。今日は付き合ってくれた仲間におごる約束をしているんだ。君たちはどうかな？マスター、パーティーは初めての経験です。興味があります。行きましょう、今すぐに。もちろん参加するわね。キリト、アスナ、イベント大会優勝おめでとう。パパ、ママ、おめでとうございます。ありがとう。だけど、今日のお祝いは超レアなアファシスを手に入れた幸運なニュービーのお祝いさ。みんな俺の仲間だ。詳しくは今度紹介するよ。わあ、美人さんなんですね、アファシスって。こんなに近くで見たの初めてです。私はクレ、私がアファシスです。皆さんと同じに見えるかもしれませんが、純然たるアンドロイドです。ごめんなさい。はじめまして皆さん。私はアファシステムタイプ X A29000、 型番では呼びにくいでしょうし、私も舌を噛みそうです。どうぞ好きな名前で呼んでください。できるだけ短いのが好みです。マスターがくれた名前は特別なのです。だからマスター以外の方に使われるのはお断りします。うわー、羨ましい、羨ましすぎるぜ。あんた、俺も欲しい。俺だけの可愛い子ちゃんが。ハッハッハッ、GGO に来ても変わらんな、クライは。そこでがっつくから嫁が来ないんだぞ。そうだね。ナンバーが00だからレイちゃんはどう？わかりやすくていいんじゃない？レイちゃん、よろしくね。レイちゃん、承知しました。私にぴったりだと思います。皆さん、よろしくお願いします。サポートアンドロイドとして皆さんをお手伝いさせていた。パーティーにお誘いいただけたら皆さんを全力でサポートしますです。マスターがお留守の時でもどんどん誘ってください。
へえ、マスターじゃなくてもパーティー加入でサポートが受けられるのか。ありがたい話だな。俺は俺専用の可愛い子ちゃんを手に入れたら独り占めするぜ。だからお前はそこでがっつくから縁がねえんだって。それじゃあ改めて乾杯しましょう。アファシスゲット、おめでとう。おめでとう。早速噂になっているぜ、ニュービーがアファシスを手に入れた。情報屋のアルゴさんもニュービーのネタは買うって言ってたよ。みんな欲しがっているから今なら高い値段がつく。へえ、それはいいことを聞いた。キリト君、友達の情報を売ったらダメだからね。ねえ、アスナの銃撃をかわしたって本当？初心者にできる芸当じゃないと思うんだけど。へえ、君って実はかなりの凄腕なんじゃない？得意な武器は何なん？その武器って見たことないんだけど、どこで。二実装の武器？アファシスってそんなプレゼント機能があるの？はい、タイプ X だけが有する1回だけの特別な機能です。他にも多分 AI にしては随分アバウトな表現です。確かにこれは俺も見たことがない。でもそんなことがありえるのか。デザインからすると光学武器、威力は射程、移動サポート機能。こりゃ GGO の戦術が変わる武器だぞ。あんた俺にこの武器を売らない。エギル、初心者相手にぼったくったら許さないわよ。そもそも値段がつけられないくらいレアな。そりゃまあ友達価格ってやつで。いやすまん、商人の血が騒いじまってな。まったく。でも本当にあなたはリアルラックが高いんだね。こればかりはどうにもならないしな。ちょっぴり羨ましいです。よく聞くおまじないとかあるんですか？昔から運はいい方よね、あんた。ねえねえ、クレハはスコードロン入ってるの？ううん、私は基本ソロ。狩りのために加入することはあるけど、あんまり長いはしない。あの、もしよかったらお友達になりませんか？GGO は女性プレイヤーが少ないから。賛成。私たちグロッケンにホームを借りていて、そこでよく集まって、みんなでお茶したりおしゃべりしたりしてるから、いつでもおいでよ。歓迎するわ。ありがとう。僕最近は結構増えたけど、女の子のプレイヤーは少なくて。男の人ばかりのスコードロンも多いみたいですね。そうなの、マスコット扱いされるのも嫌だから、特定のスコードロンには所属しないようにしていた。クレハの気持ち私もわかる気がする。能力以外の部分で評価されるのってあまり好きではないわ。うん、私も同じ。何よりちゃんと自分自身の力でトップを目指したいから。しっかり目標を持っているんだね。応援するよ。うん、私も。お手伝いできることがあったら何でも言ってくださいね。みんなありがとう。あのね、ずっと前から女の子プレイヤーの友達が欲しかったんだ。だからこうやってみんなと知り合えただけで十分幸せというか。うわ、もうなんて言ったらいいんだろう。なんか私まであんたのら。今日はとっても楽しかったわ。おい、ちょっと外に行ってみないか。
急にパーティーに誘って悪かったかな。想像しくてびっくりしただろ。口が悪いのもいるけど、みんな気のいい連中だし頼りになる。今度改めてちゃんと紹介するよ。君ってさ、ソロタイプだろ？そりゃ昔の俺みたいなフレンドゼロとは違うだろうけど、なんとなく近い雰囲気を感じたんだ。君がファシスをかばった理由を聞いた時、妙な親近感が湧いたというか。俺はどちらかというと効率重視タイプだし、普段は理屈で物事を考える方なんだけどさ。それでも考える前に体が動くってあるよな。そう、君もそんなところがあるように見えたんだ。うん、きっと君にとってあのアファシスは会った時から大事なものなんだよ。って全部俺の勝手な考えだけどね。外れていたらごめん。ゲーム初日からそんな大切なものに巡り会えるなんて、君は本当にラッキーだな。一つ聞きたいんだけど、いいかな。仮想と現実の差は何だと思う？世間では仮想、VR 空間はまがいものだって言う人もいる。俺はそうは思わない。だって俺たちは今ここで生きているんだ。この広い世界を自分の力でどこまでも行く。ワクワクしないか？だろ？やっぱり君は俺と同じタイプの人種だ。ようこそ仮想世界へ。